このようにオラフライの eSIM なら世界120以上の国と地域で容量無制限のインターネット通信をご利用になります。ちなみにこの数は前よりも増えました。また一部の iPhone では QR コードを長押しするだけで接続できるようになるなどサービスはどんどん良くなっています。もしオラフライの eSIM を使わず海外用ポケット Wi-Fi や従来型 SIM カードを使う場合、いちいち Wi-Fi 機器を充電したり持ち運んだり、あとはスマートフォンを分解して小さな SIM カードの抜き差しが必要になって面倒です。オラ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 フラオラフライ。現在静岡県伊豆半島東部稲取付近にやってきています。タクシーによって運転していただいていますが、この辺り山道は曲がりくねり、まああまりいい道とは言えませんよね。トンネルとかを作ればもっと早くビュンビュン行けるのかな。でも地形に沿うように上り下りながらの旅です。しかし今はもうこのように道ができているからいいですが、タクシーの運転手さんによれば、やはり昔この辺りは砂利道ばっかりで、そこにボンネットのバスがたまにやってきて、伊東まで行くのも反対の車との行き違いなどにえらく時間がかかり、伊東に出るまで列車に乗るまでで半日、そこからさらに列車で3時間ぐらい乗ってやっと東京に行くというような不便な状態だったようです。そこで大昔、ここ稲取あたりから東京方面へは東海汽船などの船に乗っていくのが当たり前という時代がありました。しかし現在は JR 伊東線、伊豆急行線が1964年より開通しまして大変便利になりましたので、船で東京方面に行くということはもはや一般的ではなく、そういった船便もありません。ただし毎年2月、河津桜の咲くシーズンと伊豆大島の椿祭りのシーズンに合わせて、ここ稲取天然の良港から東海汽船のジェットフォイルが運航されています。それを伊豆大島から先引き続き東京行きとして運航するので、毎年2月のこの時期だけ伊豆半島の東側から東京都心まで船の直行移動をすることができるのです。今年2024年も貴重な伊豆半島から東京都心への直行運行が行われていましたので、これに乗り割引切符を使って東京まで行ってみました。その様子をお楽しみいただければ幸いです。今日はですね、一石何十億円もする乗り物を一人で貸し切ってしまっているシリーズなんですけれども、現在地は伊豆半島の稲取というところで、こんな感じなんですけれども、こういうね、天然の入り江になった良港のところから出港なんですが、美味しいお魚の取れる立派な漁港もありまして、また家がずらっと並んでいて、主要駅伊豆稲取もあり、特急電車が東京行き頻繁に発着する稲取駅ですが、稲取の町ですが、ちょうど今はね、河津桜の見どころということもありまして、ピンク色の色も綺麗です。まあ、そんなすごいところにやってきてるんですけれども、今日はね、なんか僕の乗ってるこの船に全然お客さんがいないんですよね。そんなもんなの？まず現在地稲取を含めた伊豆半島東海岸の地形の険しさをご覧ください。あそこに鉄道がありまして、これは伊豆急行と言いますが、戦前に鉄道を開通させる計画があったんですけれども、それを実現することはできませんでした。簡単に言うと、まあ地形が険しすぎるとかね、戦争の影響とかいろいろな理由があるんですけども、1964年になって念願の鉄道を開業しまして、こんな感じになっていますが、崖の下のところ、険しい崖に沿うようなこんなところを東京行きの特急電車が走っています。あそこに、ね、特急電車が走っている線路とかも見えます。まあ、このような状況ですから、伊豆半島というのは昔からとにかく交通の不便なところでした。遠くに見える大室山と、その下にはギザギザした切り込みが入っているのが見えますが、これが有名な城ヶ崎海岸ですね。まともにちゃんと城ヶ崎海岸を見つめたのは僕もこれが初めてですが、地形があの辺も荒々しいということで、崖のあたりから景色を見るのが楽しい場所だそうです。海から見るのもいいですね。船の場合は別で、伊豆半島の東海岸には素晴らしい港があり、ここから東京、江戸時代には江戸方面まで帆掛け船でほとんど1日とかね、短い時間でビューッと行ってしまうことができたそうです。ですから実は昔から鉄道の便利とか非常に悪かったんですが、船の便利のいいところでありました。現在では技術の発展によって、鉄道もしくは自動車、国道135号線などを使って東京方面行くというのが当たり前になっていますが、しかし長い移動の歴史のほとんどがこのように船で東京方面へ行くという風なのが、まあ当たり前だったんですね。で今回はですね、非常にその貴重な1年のうちにもうほとんど1ヶ月ぐらいしか体験できない、ここ伊豆半島東海岸の稲取から東京まで行ける船が運航されておりまして、所要時間は JR の特急列車よりも若干早く、さらに運賃料金が JR の特急列車と比べても超激安の4800円、これすごい安いです。まあ、無割引の場合ですけれども、稲取東京間特急踊り子号が5737円
かかるのに対しまして、これ一応ねその割引切符前日までに、電話すれば簡単に予約できる割引切符があるんですけども、これ前日に予約して4800円で買うことができました。そして昔から交通の発展を拒み続けてきた厳しい伊豆半島の東の海岸線を見ながら、こちらは全く関係なく山も峠も断崖絶壁も何もない海の上を時速80キロで東京まで行ってしまうというお手軽な旅行をすることができます。特に見ておきたいのは伊東の大室山で、昔あの山が噴火してその溶岩がこの辺りに流れていきまして、平坦ななだらかな伊豆高原が出来上がりました。でその溶岩の流れの斜面、日当たりのいいところに白い粒々がいっぱいありますが、これが伊豆高原に別荘を買った人たちのいわばその別荘で、みんな時期になるとあそこへやってきて暖かい伊豆を過ごしているわけなんですね。というような地形を鉄道からでは逆にむしろ見ることのできない遠くから眺めた険しい伊豆半島の景色も楽しめます。乗船中の船は稲取発大島行きです。大島に到着しましたらそのまま大島発栗浜経由東京行きとして運行され、最後は東京まで全行程2時間55分で到着できます。伊豆といえば踊り子、伊豆の踊り子という小説をご存知の方が多いと思うんですけれども、伊豆の踊り子のラストシーンって川端康成が何日間か一緒に楽しく旅行したちっちゃい女の子の踊り子と、お別れをしなきゃいけない、もう帰らなきゃいけないということで、その時に川端康成は泣きながら東京へ帰っていくんですけれども、その、泣きながら東京へ帰っていく時の方法は、やっぱこの伊豆から船に乗って東京へ帰ってくるんですね。いわ当時その鉄道も道路も何も使えるものがなかったので、船に乗って伊豆から東京へ帰る、そこがね伊豆の踊り子の一番の見どころあるシーンの一つかなと思うんですが、今の時代はもう鉄道道路の時代になったので、伊豆半島からお船に乗って東京へ帰るっていうことは、あまり現実的じゃなくなったんですが、この2月のこのシーズンだけはですね、稲取から東京まで東海汽船が海の踊り子金目切符販売開始が書いてありますが、2月29日までだそうですね。乗り換えなしで片道で4800円、これ相当安いです。普通に買ったら多分ね1万何千円とかするんじゃないですかぐらい、ものすごい金額がかかるんですが、そんな伝統ある伊豆から東京までの航路をよりもよって高速ジェット船というすごくいい船で、ジェット船というのは燃料がものすごく高いやつを使ってるはずなんで、これを運航するのにとんでもないお金がかかってるはずなんですよ。しかも伝統の伊豆半島沖合の航路を見るので、ちょうど今ね、タンカーが東京か横浜か千葉か川崎かどこかから、世界の海へ向けて今出発していったところのようですけれども、江戸時代からこうして伊豆の沖合は日本の経済を担う重要な航路、船の通り道だったわけですが、まさにその一般にはね、もう今はもう貨物船ぐらいしか通ることはありませんから、なかなか乗る機会のない伊豆半島の沖合のところを、江戸時代や明治時代、大正時代と同じように伝統的な道に沿いながら景色を見て進めるのです。これ相当面白いと思います。向こうに見えている伊豆大島、左手にはちょっと霞んでますけれど、でも今日は逆に日中でもこれぐらいしか霞んでないというのはいい見え方だと思います。左手には富士山に大室山にと、いろいろ日にち状的な景色を見つつ、またアメリカの航空メーカーボーイングが設計したボーイング929というすごい乗り物に乗って海の上を時速80キロで飛んでいく経験などをすることができ、これで4800円なら安すぎると言ってもいいぐらいだと思います。この海に乗って伊豆から東京へ行けば、伊豆という場所をより広く理解することができるかもしれないですね。ちょうどまたあそこに世界の海を航海してきたと思われますコンテナ船がおりますが、シンガポールから来たのか中国から来たのか分かりませんが、今の時代はこういう汽船の性能が非常に高いので、例えば香港から東京へ行くって言ってもね、別に香港を出発してただひたすら東京まで航海すればいいですが、昔江戸時代はなんかこんな帆船とか日垣海船みたいなそういうのでこううろうろしてたわけです。そうすると風がタイミングがいい瞬間になるのを待たなければいけないので、じゃあその風待ちをするのにどこがいいか、向こうに見える伊豆半島がいいだろう、もしくは間もなく到着する伊豆大島もそれに都合がいい場所だろうとかですね、そういうことを昔からやって、この辺りは東京へ到着する前の重要な準備箇所、準備拠点としても重視されてきたわけですね。だから大島とか伊豆とかって結構歴史あるものがいっぱい、なんか下田の町とかもね古い建物がいっぱいありますし、いろいろ物事には理由があるんだなと海を通ってきてみると思います。僕そんなにね船マニアとかではないんですけども、やっぱり船のことをいろいろ勉強すると日本のことが分かってくると思いますね。海の国とはこういうことか。
大島近海になりますとちょっと水がバシャバシャと立つようになりまして、窓にしぶきがつき、この辺はね海流の関係なのか白い波がいつも立っている印象です。ちょっと船も左右にガタガタと揺れましたが、今日の波は非常に穏やかでありまして、全然なんちゅうことはないですね。高速ジェット船は東海汽船の方とおしゃべりしていてもねよくおっしゃいますが、本当ジェット船は揺れなくて本当にいいですよね。東海汽船の方がそうおっしゃってたぐらいですね。揺れるということが多少はあっても、なんかうわーなんかすごいこんなになっちゃってみたいな、そういう風な揺れを経験するということはないと思います。こちらご覧いただいているのは先ほど稲取港から乗船する前に港の景色を映したものです。このように結構周りの地形が荒々しく、そのため外洋の波が入ってきづらい天然の良港となっていると思います。さっきこんな感じの地形のここに接岸していたわけですね。こういう風なね入り組んでいるところというのは江戸時代頃から重視されていました。今到着する岡田港はどうかな、これは天然の入り江というほどではないから、もしかすると江戸時代は使ってなかったかもしれないですね。江戸時代に使っていたのはやっぱり断然ここですね、ハブ。ハブにジェット船が入ったら面白いですけどね、そういうことはないかな。お、早速大島に着きました。このように途中のところを島巡りしながら行けるというのも面白いですね。あちらは大島を多分10分か15分ぐらい先に出ていく東京便だと思いますが、大島からお客さんがいっぱい乗ってくるかな。稲取大島間は全然いなかったですからね、本当に なんでこんなにいないのっていうぐらい河津桜が咲いていて、これ本当さっきね河津で撮ったんですけども、河津桜がこんなにもう綺麗に満開の状態で、お客さんはいっぱい、 JR の特急ももう軒並み満席みたいな感じだったんですけどね、もう JR の切符買うのもかなり苦労したぐらいだったんですけれども、この船はガラガラだったから本当にね実用的な意味で僕この船に乗ってるんですよ。今日多分伊豆に何千人とかいう観光客が押し寄せだと思うんですけど、今日伊豆から東京まで帰ってきてですね、まあ道が混んでる中みんな一生懸命運転して帰るか、大混雑の JR の特急に乗って帰ってるかなわけじゃないですか。まあ、ね、JR も便利なんですけど、でも僕は貸し切りで帰るんですから、ね、こんなに楽なことないと思うから、しかも値段も JR の特急より安いしね。稲取を14時40分に出港してわずか30分にて大島に到着しました。そして到着と同時に大島発東京行きの先発便が出ていきましたね。で、あれの後に続いて我々の便も東京へ出ていくことになるんですね。一応扱いとしては僕の乗っている船はここで終点となりまして、引き続き運用の都合上大島発栗浜経由東京行きになります。2つの船に乗っているということになるらしいんですが、その2つの便を直通して乗っていっていいんだそうです。乗船券も稲取発東京行きと1枚で発行されています。結構これ持って帰りたかったんですよ。あ、ダメだ、持って帰れないんだ。東海汽船降りるときに乗船券回収なんで、でも代わりになるものとして5000円というのをいただきました。これ今回の運行路線図、毎年春の時期には東京湾航路がものすごくにぎやかになってね、伊東、熱海、稲取、そこから東京にも行けるし、立山、栗浜にも寄港します。大島からお客さん100人ぐらい乗ってきたから、さっきまでは1人だったんで100倍か130倍ぐらいにお客さんが増えたと思います。どんどん次のジェット船も来るね。はい、結局ね僕の横はたまたま誰も来なかったんですけれども、もうそれがほとんど全部満席になりました。すごい、乗客300倍ぐらいに増えたわ。定時になりまして3時30分に出港しました。ちなみにさっき先発してきた3時10分発は、これは立山経由なんですね。でこの立山から東京行くという航路も今の JR 内房線が開通する前、相当昔はねものすごく忙しい航路だったらしいんですけれども、現在はそういうのは存在しないんですが、春の時期だけ運行してくれるそうです。大島を出てからしばらくすると左手に東京や横浜などを出港してきた大型貨物船がずらっと列を作っている光景を見ることができます。こういうように列ができている光景というのは、そんなにどこでも見られるようなものではなくて、ものすごく活発に船が運航しているようなところならではのものでしょう。江戸時代から続いてきた伝統的な航路に沿って東京へ入っていけているということを実感させます。振り返れば霞む伊豆半島を右手に見つつ、国内各地世界の海へ出ていく
東京、横浜から出てきた船のレースを見ることもできました。船もね、どんどん一度出発してしまえばトントン拍子で進むので、あんまり退屈とかはしないですね。早くも三浦半島が見えてました。多分あそこで降りる人が結構多いと思います。船はこれからほとんどのシーズンには寄ることのない久里浜港に入港します。久里浜港はここですね。このペリー公園とか書いてある、ここの東京湾フェリーの乗り場の横のところに着岸します。ほとんどの時期は通過するのに、なぜ、今は寄港するのかというと、これ大島で、ずっと、ね、椿祭りをやっておりまして、やっぱりね、その椿需要がすごいんですよね。それで、皆さん大勢この船に乗って、ほとんど満席という状態になっています。で、大島から普通は東京まで船で行ってしまうんですけども、横浜とかね、鎌倉、湘南とかその辺にもいっぱい人が住んでますんで、でその辺の人は一旦東京からわざわざそっちに戻ってこなきゃいけないとなると面倒くさいですから、じゃあそこら辺の方も寄りやすいようにと久里浜に寄港して、その後船は東京を目指すでしょう。マグロ漁船の拠点になっております岬が左側に見えます。僕は行ったことはないんですけれども、ああいう風に橋で連絡されているんですね。さらに東京湾の内側にこれから入るぞという場所としては、もう観音崎灯台があり、明治時代のもう日本の本当黎明期の頃から、ずっとここにあるという伝統的な灯台です。で、これが見えますと、もう間もなく横須賀です。それではあの左手のなんか発電所みたいなやつの裏に久里浜港があるんですけれども、この辺はね、ちょっとなんか出っ張ってるあの邪魔な岩がありまして、多分あの岩を十分間隔を取って避けてから行くと思いますんで、あの横に見えている灯台、これがなんか大正時代ぐらいのやつらしいんですけれども、これを横に見過ごして、まだかな、もうちょっとしたら多分左手に一気に旋回すると思います。この船はなんか舵を取るというよりも旋回する面白い動き方をするので、あの飛行機に乗っている感覚に近くすごく面白いです。多分これですね、これを過ぎたらば左手に旋回すると思います。岩も避けて、あとは港へ真っ白です。ここから見返るとまた今日は多いですね。みんなずらずら一列ですよ。みんな東京から出てきたやつですね。この久里浜のやつは何なのか僕分かんなかったんですけど、発電所じゃないみたいだな。なんかセメントかなんかがやってるんですね。はい、それじゃあ今から速力を落として船は着水します。今は海の上を飛んでいるんですが、ここからザブーンと降りるんですよね。2階からだとわからないかな。僕は今回2階席です。あ、降りてる降りてる降りてる、エレベーターに乗ってるような感じだ。降りました。お客さんみんな降りて離岸しました。で、これね、青い服を着てる方が皆さんやってらっしゃるんですけども、これは皆さん東京湾フェリーの方みたいですね。だから東海汽船とは別会社なんですが、まあ、普段東海汽船の発着はないので、この時期だけ桟橋を委託して、まあ、東海汽船からお金払って頼んでいるんでしょうね。ここでかなり着きました。
大島栗浜間わずか1時間ですからね。この辺に住んでる方がじゃあ椿祭りだし大島行ってみようかって多分なるんでしょうね。ちなみにこの大島栗浜間の運賃が5780円ですけれども、まあ、これまだ、ね、ネット割引とかでもうちょっと安くする方法はいくらでもあるんですが、まあ、とはいえね、まあ、このヤフー乗り換え案内でいうと 63.2 キロで、5780円なのに対し、まあ、今回僕が乗っている稲取大島東京ですと、157.5 キロとなりまして、まあ、倍以上長いんですけれども運賃も当然そのぐらい高く12720円になるんですが、定価12720円が4800円に値引きされてるんですから本当にお得ですよね。お、釣りの人が帰ってきました。こういう人が結構こう出入りすることが多い栗浜港ですから、入港出港も気を使うことが多いんじゃないかと思います。まあ、釣りの人も逆に言えばね気を使うでしょう。ちなみに黒船来航の時にペリーが浦賀沖に現れましたが、まあ、浦賀ではなく栗浜に回ってもらえますか、栗浜で上陸するという話になりまして、その時の上陸した場所を指す記念碑があそこに設置されています。あれ伊藤博文が確か書いたやつで相当古いやつなんですけれども、あれをあそこに設置した後、敵のものだからということで、戦争中一回撤去してたのがなんかたまたま誰かが保存してたのかどっかに隠されていて、今同じものがあそこに復活してるみたいな、結構ね由緒ある石碑らしいです。さてそれでは出港して、いよいよ次が終着の東京港竹芝となりますが、ちょっとねトイレに行きたくなってきたんですけれども、今船が出港してその作業の最中には航続船ではシートベルトを着用しておかなければいけません。あそこにも書いてあります。化粧室自動販売機のご利用もお控えください。あれが出ている間は行きたくてもトイレに行くことはできません。これから船がものすごく加速していくタイミングなので、その間だけはね我慢が必要。先行っとけばよかったんですけどね。少しずつ速力が速くなってくると船がふわーんと上に浮かびます。横になんか網みたいなの、漁業の網があるんですね。あそこにあるとなると結構船が通れる海域も限られてて、まだこの船はそんなに大きい船じゃないんでいいけどね、東京湾フェリーが通るのは大変だろうと思います。またこの栗浜港の真正面には浦賀水道航路が設定されていまして、ここにちょうどねこれ多分アメリカとかに行くやつなんじゃないかな、日本郵船の自動車運搬船が横浜から出てきたやつがいますけれどもとかね、まあ、こういうあの大型の船がたくさん通りまくる忙しい海域となっています。あそこに白波を立てて突っ走っているのがいますけれども、あれはさっき大島で1回見ましたね。大島で先発便として出て行った船です。あちらは千葉県の館山に、こちらは神奈川県の栗浜によってそれぞれ椿を見に行ったお客さんを降ろし、また向こうは館山から東京に帰るというお客さんも乗せたと思います。そして浦賀水道を大量に航行する世界の富を運ぶ大型貨物船の間を、まあ、縫うようにして走るというと危険イメージが強いと思いますが、まあ、そういうふうなところの間を抜けながらお互いに東京を目指すわけですね。もうちょっとあそこら辺とか見てもでかい船がなんかあまりにもたくさんいて大丈夫なのみたいな感じの印象になってきますけれども、まあまあ大丈夫でしょう。船内放送で今もうすでに船は時速80キロぐらいに達したということなので、トイレに行っても大丈夫です。この船一応特急という扱いなので特別急行料金を徴収されて高級な乗り物という位置づけだと思いますので、トイレもすごくいい感じになってます。あと、船内の照明がこんなか温かみのある色が採用されていたりとか、このね鏡がちょっと綺麗な感じの木目調であったりするんですが、これ前にも紹介したことあると思うんですけど、これ JR 九州なんですよね。水戸岡英二先生がこの船をもともと韓国に行くビートルとしてデザインした時にこの木目調のやつをやろうと、その時ですね作ったやつが今東海汽船に売却されているのでその名残で残っています。はい、出たらちょうど観音崎灯台が建ってました。灯台自体も古いのかな。この横に立ってるこの なんていうんですか、この中ね屋根が台形みたいな、あれを見ると古い建物って感じがしますけども、明治時代の初期からあるやつだと思います。左手側が横須賀市ですね。横須賀の駅前とかに、ね、これが着岸したらものすごく便利だと思うんですけども、なかなかそういうことは難しいのかな。この辺電車だとどうしても内陸のあたりをこうぐるーっと回りながら移動していくので、まあ、割と時間がかかるんですけれども、船だとこの内陸のところを超ショートカットできますんで、もう栗浜も横須賀もそれから横浜もうみんな立て続けに見えてきます。こっちが横須賀、そんでもうその辺は横浜ですよね。あそこに三角のやつが見えますけど、あれ多分横浜の八景島シーパラダイスかあの辺じゃないかと思うんですが、
で横須賀といえば自衛隊アメリカ軍基地ですので、それね、なんか自衛隊の船とか見えないかなと思いますが、まあ、そういうのは見えないですよね。なんで見えないかというと、まあ、船はこういうところにいるんですけども、横須賀の基地は ここかな、多分ここがメインだと思うんですが、まあ、こういうふうにもう入り組んだところに船が入ってますんで、見るのは難しいです。でそういうふうに入り組んだところに置くことによって、まあ、昔攻撃しようとする敵の船とかが来てもそれから逃れられるようにみたいなことを考えていたんでしょう。うわすごい光景だこれ。多分目の前がね、船の通る重要幹線道路なんだと思うんですけども、浦賀水道なんだと思うんですが、まさにさっきちょっと言ったことですけど、大型船の間を縫うようにして進むことになりましたね。でかい船が東京、横浜などへ向けて物資をバンバン運んでいる間、はい、じゃあここなら行けますね、大丈夫という船は場所を選んで、高速船は他の船と絶対にぶつからないように確認しながら進んでいくわけですね。この船は海王丸っていう名前なんですね。この海王丸が作った波がこっちの方まで来てます。揺れる揺れる。この作った波のしぶきの上をグオングオンと行きますと、結構面白い乗り心地になりますが、それも一瞬です。普通だったら、ね、ものすごくバシャバシャ揺れるんですけれども、ジェット船は船体のほとんどがもう海の上に出ているので、ああいう風な波横から来てもね、ほとんど揺れを感じることはない、乗り心地がいいですね。このスーツチャンネルでよく見ますけれども、船は大型船の間を縫うように進んできて、第二海堡を左手に見るようになりました。これが昔この辺りにもし敵の船がやってきた場合には、ここの大砲で反撃しようということで作った、まあ、動かない戦艦みたいな感じですよね。こういうものが近くに見えると、今自分がどれだけ速い速度で移動しているのかということを改めて実感させられます。自衛隊じゃアメリカ軍かな、船がいますね。自衛隊かな、ちょっと僕全然詳しくないんですけれども、もう横須賀の基地は過ぎたんですけど、横浜方面とかに用がある場合もありますもんね。横浜にもアメリカ軍の駐留しているところありますし、そんな横浜港はここから左手です。やはり日本の重要な貿易港というだけあって、もう海の表側に面したところからずらっとクレーンが並んでいるのが見えます。あとは半月型のあれインターコンチネンタルホテルとかね、有名な建物がいっぱい並んでいて、あそこがそうだと一目で分かります。ここまでは大量の船がいろいろ来ていましたが、まあ、横浜でもう終点、そこから先は行かないという船もいますし、ここからはじゃあ千葉方面に分かれていこうかなと別の方面に分岐するような船もいますので、大量の船がぎっちり並んで動きまくっているという光景が見られるのは、まあ、ここまででしょう。ここで横浜組が離脱していきますから、その分その数全体としては減っていくはずです。これは何かな、水産庁かなんかのやつかな。そうですね、調査船だと書いてあるみたいです。東京、首都圏にいろいろなものを運んでくる重要な経済の担い手が見えますが、こういうのなんか僕はあんまり見ないような気がしますね。見慣らしと書いてあります。何をするやつなのかわからないけど、まあ多分これ日本郵船のやつで、石炭ですね。いや石炭なんじゃないかなって言おうと思ったんですよ。案の定石炭でした。まあこれを石炭に積み込むやつなんでしょうね。今日は霞んでいるので富士山が見えませんが、霞む横浜の景色もいいかもしれません。なんかもうちょっとね、ここら辺にいろんな船がいっぱいついててくれると、横浜の経済もすごく大きいという感じがしていいんですが、まあ、ちょっと日本最近大型の貨物船に飛ばされがちらしいんですよね。それはあんまりその経済的には良くなくて、つまり物の流れがね、滞留していく、血液の流れがあまり良くないということですから、まあ、ちょっとそれは、ね、なんとかなるような、ことがあればと思うんですけども、あの辺が大黒ふ頭というやつかな。僕はこの間あそこからクイーンエリザベスに乗って、アメリカまで行ったんですけども、まさにあそこから出たんですね。ここにベイブリッジがありまして、あのベイブリッジをくぐるといよいよ大桟橋とかですね、みなとみらいとかがある横浜の中心部になるんですが、あのベイブリッジを作るときに、まあ、クルーズ船とかの、大きさの世界的な潮流を見誤ってしまったので、あの大桟橋の大きな今時のクルーズ船はくぐれないという事例が多く、結局あの桟橋の外側のところに、まあ、貨物船とかをつけるようなところにですね、もう一個クルーズ専用のターミナルをとりあえず作ったというのが2019年のことだそうです。東京湾の景色は分かりやすいですよね。
まず湾内の主要施設を全部守るために入り口のところに位置する横須賀の鎮守府、鎮守府じゃなくて今自衛隊の基地でしょう。でその後に東京湾の物流の要となっておりまして、ここを拠点にあちこちへの配送が行われていると思います。横浜港があります。でそれからさらに奥へ入ると横浜を過ぎると次は川崎で、ここは僕の認識では川崎に何か物を持ってきてここで陸地に上げるというよりは、うわまたすごいの来ましたね、この川崎には直接石炭や石油諸々の原材料などを持ってきて、川崎ではもう直接ここで製造をしてしまう工業の拠点となっておりまして、で今度この川崎が過ぎるとあとはいよいよ、まあ、純然たる大消費地の1000万人の東京ということになるわけですね。今は川崎の沖合をおりますので、これもなんか原料の薬品かなんかを運んでるでしょう、タンカーとかですね。ものすごく早く見えますが、あの早いのは我々です。タンカーの数がこの辺りは多く、まあ、横浜にもね、タンカー受け入れる施設というのはいろいろあるんですけれども、川崎あたりでは特に目立つかと思います。でかいですよね、タンカーの大きさは半端じゃないですよ。中東かどっかから汲んできた大量の石油を今いよいよあそこで下ろして早速首都圏で使用する製品を加工しているわけですね。それは川崎の景色です。いよいよ川崎神奈川県も終わりというところでは、煙突から見えるかがり火がもう一個ぐらい多分あると思います。こう燃えてるやつありますよね。あれは実際別に石油を無駄に燃やしてるわけではなくて、最後大気放出していくときにああやって燃やすことによって有害物質も燃やし尽くしてしまい環境が良くなるというものらしいですが、あれが見えますといよいよ神奈川県の景色も長く続きましたが終わりまして、もう一度見えます東京都の景色。伊豆大島が東京でしたからね、2回目の東京の景色を見るということになりますが、多摩川の向こうからは東京国際空港と呼ばれます羽田です。世界屈指の忙しさらしいですね。飛行機がわんこそばを食べるように、降りては飛んでいき降りては飛んでいきというのを繰り返しているところだそうです。で1本今降りていきましたけれども、多分この後もう1本頭の上降りてくるのを見られるでしょう。ちょうど滑走路めがけて真後ろに着地する瞬間をまずは見られました。ボーイング787かな、僕の乗ってるのは929です。どういう意味なんですかね929って、まあ、ともかく、今ちょうどここら辺にこう水が途切れているところがありますが、多分ねあそこら辺が多摩川の河口部分、東京都と、神奈川県の境目ということになっています。で飛行機ははいこれの上に沿ってきてくださいねというふうに、指示を受けているという、その飛行機を着陸するときに明かりを発しているやつがこの赤いやつなんじゃないですか。だからあれをなぞるようにして降りてくるみたいですね、まあ、僕ちょうど飛行機のこと全然わからないんですけども、もう一個降りてきましたね、スカイマークかな、多分九州とかから来たんでしょう。ボーイング737です。なんかボーイング737とかね、929とかそういう製品名はなんか順番があって必ずしも決めているというそれだけじゃなくて、なんか名前がかっこいいとかね、こういう風にしたらなんか強そうみたいな、そういうのもなんかあの関係するらしいですよ。僕の乗っている929の前に919があったのかとかね、909があったのか、なんか必ずしもそうでもないみたいです。でかい飛行機もいろいろいますね。今からシンガポールまで行くんですね。お、ちょうど横にあるあれは D 滑走路じゃないですか。 D 滑走路の飛行機と今僕並行してるんじゃないですか。飛行機と並走なんて初めての経験だ。そうですよね。おお。あれはボーイング767ですよね、多分767と929の並走ですよ。海外の人が見ても喜ぶんじゃない。東京湾の上空へ向かって飛び立っていった後、まあ、ここら辺でぐるぐると旋回をして騒音を立てても周り地域の人に迷惑をかけないということを配慮しながら、飛行機はこの辺でぐるぐるぐるっとあの螺旋階段みたいな感じで標高を上げていくらしいです。あっという間に羽田空港の沖合を離れてしまいました。普通の船だったらね、離陸着陸するの 2,3 回ぐらいは目に入ると思うんですけど、ものすごい速さ、またこの赤いやつがありますけど、これは多分この右側のこの空の上から降りてくるときに、あここにこれね明かりあるなとかね、こうパイロットの人が見ながらはいブーン降りてくんでしょう多分。はい、シンガポールまでお気をつけて。着く頃にはもう深夜ですよね。今夜の夜ってか、まあ夕方の5時ぐらいだと思うんですけど、シンガポールまで
6時間ちょいかかると思いますんで、大変だよな。こっからこう羽田空港を回り込まなきゃいけないんで、かなり横に羽田空港やその滑走路などを見ながら進むということになるわけですね。これちょっと空港とか邪魔ですよね。なければこの T 滑走路がなければね、もっとこうバーンとこう内側の方をショートカットして入れたのかなという気がするんですが、多分それでも水深が浅いからそういうことはできないんじゃないですかね。また飛行機と並走してるじゃないですか。結構多いじゃないですか。今からサンフランシスコ、ロサンゼルス、多分そこら辺に行くやつだと思います。ボーイング777かな。そんなにボーイングの飛行機同士が、いやこれ僕の乗ってるのは飛行機じゃないですけど、そんな こんなたくさん並走してるの見られるの面白いですねこれ。なかなか車輪が入らない。いやそんなことないですね。車輪しまうのにも丁寧にやってるんですね。おお。これ面白いですね。ちょっと相当ズームが効くカメラで撮影しているからという理由もあるんですが、はい、ここで右手を見ますと、もういよいよ東京港の中心地であるですね、右手のところに最新式の何でしたっけ、これガントリークレーンが並びます。この右手のところが前の動画で紹介させていただきました中央防波堤ですね。あの時に結構コメントに言われたんですよね。スーさん、このガントリークレーンは全自動じゃないですよみたいな、こういうコメントいただいて、いやそうなんですよね。僕もねそれちゃんと言っておけばよかったな。すいません、あの全自動ではありません。あのコンピューターがすごい自動的にいろいろ手伝ってくれてるらしいんですけど、あのこういうのはね、中に熟練の人たちが乗ってまして、それであのババババババッとね、このコンテナの積み下ろし、ここに世界のコンテナ船が到着したら、まあ、何時間もかかるその荷物の積み下ろしをどれだけ早くできるかっていうのをその乗ってる人たちが、発揮して日本経済を回しています。動画でナレーション作ってる時もね、ちょっと全自動っていうのは言い過ぎかなって思ってすいませんでした。この辺りは1960年代70年代に荷物の輸送がコンテナの時代になりまして、でちょうどこの辺がまだ東京湾に、ね、ゴミとかを捨ててあの埋め立てとかをしているような状態だったので、そこでできたその土地をうまくコンテナの荷物扱いのために転用して、今東京を支える経済の基礎体力になっているわけですね。ちょうどここに世界のどこから来たのかは分かりませんけれども、コンテナ船が一つ到着。これは川崎汽船ですね。日本の船だ、まあ、日本の船なのか、まあ、日本の会社がやってる、ちょっと難しいんですけどね、船はどこの船かっていうの、まあ、ともかく日系企業ですね。横浜港のガントリークレーンの様子はちょっと遠くて、ね、さすがにこのビデオカメラでも映すことはできないんですが、東京の様子はかなり間近に見られます。高速での移動を行いながら、はい、どんどん取り下ろします。船は実は動いてる時間より止まってる時間の方が下手すると長いんじゃないかみたいな、昔そういう時代もあったそうですね。荷物の積み下ろしをするのはものすごく大変で、大量に一気に運ぶことができるけど積んだり下ろしたりするのがものすごく大変だということで、コンテナという仕組みになって輸送に革命が起こったそうです。まあ、今日は結構船が止まってますね。港はすごくいい、僕はいいんじゃないかと思うんだけどね、まあ、でもダメなのかな。まだなんか世界のと比べると日本の港は遅れているとかよく言うんですけど、ちょっと僕もあんまりね分かってないところなんですが、カナダのバンクーバー港はすごかったですね。もう到着したコンテナ船のすぐ横に貨物列車が止まれるようになっててね、新潟で今それをやろうって話をしています。あとは韓国で見た釜山港もそんな感じですごかったですね。良い港が作られるようになると、まあ今ちょっとなんかいつもここを見ててね、あんまりこのガントリークレーンがフル活用してるって感じじゃないなっていう印象はちょっと受けるんですけれども、あと結構トラックの物流のやり方もね、トラックの方がなんかちゃんと待てる場所がなかったりとか、あの道に路上駐車しながらこのコンテナを運ばなきゃいけなかったりとか結構苦労されてるらしいんですよね。だからまだまだちょっと正直改善の余地が多い日本のコンテナ埠頭、東京のコンテナ埠頭なのかなと思うんですけれども、ここにもっとうずたかくコンテナの山が積まれるとかね、なんかいろんな世界の船がここにバンバン着岸しまくって、コンテナがもう忙しく荷物をどれも積み下ろしまくっているみたいな光景がもっと広がればいいですね。まあ、ちょっとまだそれは僕も知識が足りてないんでね、どの程度その日本に問題があるのか、そう言われているっていうだけでよく分かってないところもあるんですが、さて
ついにこれでいよいよコンテナの埠頭のところまで来ますと、もう東京港の奥の奥というところまで入ってきました。船はもう東京湾の一番奥の行けるところまで行ってくれます。向こうにこれさっき見えました栗林商船丸7というのが止まってますけれども、これは貨物専用のフェリーで、今ああいう風なのが来てますけれども、この大型トラックトレーラーとかをこの中に積み込む作業をしているところだと思います。そして積み込んだ後どこかな、多分九州とかだと思うんですけどね、そこまで、高速で運行していく、これは国内のフェリーですね。国内フェリーも重要ですよね。トラックの運転手さんたちみんな大変で、運転手さんのなり手もおらず、2024年問題と言われておりますけれども、今年その2024年になったわけですが、まさに活躍しているところでしょうというのを見ると、はい、大型船が入るのもいよいよここまで、ここでレインボーブリッジが間仕切りのような感じになりまして、フェリーやら大型コンテナ船やらが入る余地もだいぶ少なくなりましたし、これよりも内側にはそういった設備というのはもうほとんど残っていません。大型コンテナ船が止められるスペースとかそういうのもそんなにはないと思いますし、あの辺がちょっとそうなのかな。でももうね、ガントリークレーンとかも設置されておらず、ここがいわば東京都心に一番近い海ということになるわけです。東京都港区というのはまさにこの辺りなわけですけれども、1942年かな、一番最初にまだコンテナとかそういう効率的なものが作られる前の時代に置かれた昔ながらの倉庫が残っています。あれいつかなくなるんじゃないかと思いますけどね、どうですかね。というのを見まして、東京湾の最深部にやってきました。あそこに船のマストを模したライトアップがありますけれども、本船セブンアイランド大量の接岸する竹芝東京客船ターミナルです。いろんな乗り物と並走できてよかったですね。鳥がみんなに逃げます。これから速力をどんどん落とし、あとはザブンと着水ですよ。ちょうど先ほど大島で先発し手分けをして千葉県の方へ回ってきた船と、もう一度最後にここで出会いました。あちらはわずかに数分早く到着して今お客さんを降ろし始めたところだと思います。面白いですよね。こんだけ独特の体験して4800円で、ね、稲取から送ってくれるって最高だと思うんだよな。ちなみに座席位置を指定することはできませんが、乗船の予約を電話でするときに、すいません左側の窓側でお願いしたいんですけれどもとかですね、電話をすると一応リクエストということで、希望を受け付けていただける場合もあります。超高速とは言ってもこの船の最高時速 80km ほどでして、まあ、そんなに、ね、電車とかだったらまあ120キロとか出せるわけですから、ものすごく群を抜いて速いわけじゃないんですが、海は障害物もないし途中止まるということも少ないし、こんな安い値段で出してくれてんなら悪くないよなと思います。あ、もうさっきの先着のやつはお客さんは全員降ろし終えたんですね。10分前じゃなくてもっと早く着いてたのかな。降ろし終わった後はネグラがレインボーブリッジのふもとのところにありますので、そこへ帰ります。お、なんで今日はあれ日本丸かな、帆船の日本丸が来てますね。日本丸もいつまで残るかわからないですからね。最後帰り際に写真を撮っておこうかなと思いました。いい旅行になりましたね。ちょっとね、たまたま僕向こうに用事があって、その帰りにこの船に乗って帰れそうだったんで乗ってみたんですけれども、まあ、JR のサフィール踊り子号も楽しいですし、選択肢が多い伊豆の旅は面白いと思いました。ちょうどなんか LINE で伊豆ナビがなんか僕に来て言ってますね。河津桜が見頃です。知ってるよ、なんだって今見てきましたからね。2月13日撮影か、僕は今日見たんでこれより情報早いな。いやー面白かったですね。どうもありがとうございました。これなんかね、もうあんまよく知らなかったんですけど、東海汽船って今はここに竹芝という浜松町の近くでやってるんですけど、昔は月島というところでやってたらしく、昔ここの橋はなかったんですね。これ築地大橋、2018年の新しい橋なんですよ。でこの築地大橋の裏に勝鬨橋があるんですけど、
八戸橋のここ見ていただくと真ん中でパカッと割れる羽橋になってまして、トラックが通ったところですね。あそこ開くんですよ。であそこの勝ち抜き橋もさらにパカッと開けて、この奥にあるあの辺の月島、あの今タワーマンションが並んでる、昔はあそこから行ってたらしいですね。今はこの船は月島まで入っていけないかな。これがありますからね、あの潮位によっては引っかかっちゃうと思いますし、大体月島に入っていっても接岸できる場所がないんで多分無理だと思うんですけど、昔は伊豆へ行くのに陸の道で行くか海の道で行くか2つ方法があったという時代もあったみたいですが、毎年2月にはこのように昔の状態がちょっと復活するのでご検討になると面白いと思います。この動画早めに出せたらね、まだ2月29日とかまであのやってると思うんで、見てみてください。ちょうどね、僕この後大江戸線乗りたかったんですね。大門まで 700m ぴったりじゃないですか。夕飯を食べてまた乗り換えをしたいと思います。いや楽だったな。どうもありがとうございます。あ、 あれかな、でもあの電源コンセントとかがないんですよね。であとあの電波がねちょっと通じないこともあるんですよ。あの海の上なんでどうしてもそういう瞬間もあるんですけど、ちょっとそれにこだわる方はもしかするとちょっと、ストレスを感じることがあるかもしれませんが、まあ、あらかじめ充電して乗り込めばいいんじゃないでしょうか。うわ、何、竹芝桟橋にこんなものまでできたのか。すみません、ちょ終わりにしようと思ったんですけど、気づかずに行くところでした。こんなの囲いができてまだ使われてないんですが、念願のエスカレーターですね。これ上にゆりかもめの竹芝駅があるんですけど、地味に、ね、すぐそこにある割にはなんかこうちょっと右往左往しながら行かなきゃいけなかったりとか、ね、めんどくさい時代があったんですが、ついにそれがまもなく終わりになりそうです。うわ、別にエスカレーターなくても別に使えると思いますけどね、東京都って金あるんだなということはつくづく思います。すごい、なんか漫画みたいな景色になってますね。こんな景色あるんですか。なんか海外の人が来たら、うわなんか日本ってすごい場所なんだなみたいに思いそう。なんかの宣伝の画像に使えるかもしれないですね。どうもありがとうございました。オラ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 。このようにオラフライの eSIM なら世界120以上の国と地域で容量無制限のインターネット通信をご利用になります。ちなみにこの数は前よりも増えました。また一部の iPhone では QR コードを長押しするだけで接続できるようになるなど、サービスはどんどん良くなっています。もしオラフライの eSIM を使わず海外用ポケット Wi-Fi や従来型 SIM カードを使う場合、いちいち Wi-Fi 機器を充電したり持ち運んだり、あとはスマートフォンを分解して小さな SIM カードの抜き差しが必要になって面倒です。オラ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 オ